はい、おはようございます。ラスカルでございます。ということで本日はですね、大阪のですねフライヤーフライヤーさんに来ておりまして、僕自身もですね以前自分の動画で撮影しておりますし、ガオーというね大食いの、大会をやっている YouTube チャンネルの方、まあ企画ですかね、でもお邪魔させていただきました。僕自身はですねここのフラフラさんがっつりとチャレンジ挑んでるような形式でしか食べてないんですよ。で、前回自分の動画で言うと、いろんな揚げ物、そして生姜焼きですね。こういったすべて、おかずが乗った全プレート、こちらをですね、早食いチャレンジという形で挑ませていただきまして、確かね、ゾウくんに数秒及ばず最短には至らなかったので、改めてちょっと挑戦しに来ますと。お話はしたんですけれども、やっぱりこう僕の人生の中では一回もこのフラフラさんをゆっくりと味わってない、やっぱ味わってみたいというねやましい気持ちが湧き立ちまして、チャレンジと楽しみ両方とも両立できるようなねちょっと内容を今回考えました。で、今回ですね挑ませていただきますのがこちら、僕の目の前に見えております1キロカレーということで、前回ねこのガオー企画で訪れた際にはですね、こちらの1キロ唐揚げカレーを15分で何キロ食べれるかなんていうね内容でね挑戦をしたんですけれども、今回はねこちらのカレーをタイムアタック形式で、何分で、ね、食べられるかという、まあ、最速記録を目指してですねちょっとチャレンジ挑んでいこうと思います。1キロであればこの後ですね並盛りメニューも食べれますので、ひとまずこちらのカレーお水等をねしっかりと用意しながら早食いで挑ませていただきます。ただ今回ですね早食い企画としてガチめに挑戦させていただきますので、そういったね早食い等が苦手な方は、あらかじめご了承いただければと思います。申し訳ございません、自分の動画ではいつぶりかわかんないですけど、今日はしっかりとこちらのね久々にタオルを巻いてガチで全力で挑みたいと思います。改めてちょっと今回のこのカレーですね、こんな感じで、ルーとご飯がありまして唐揚げが1個乗ってるタイプなんですけれども、今までね挑んだカレーのチャレンジメニューですとカレーのみっていうのが多かったんですよ。この唐揚げをねどう攻略するかが結構鍵になってまして、もうガオー企画はいつぶりか分かんないんで、ちょっと食べ方正解が忘れちゃったんですけど、ちょっとこれ試行錯誤しないとダメだな、頑張ろう。で、一応念のためですね、このカレーですねちょっと前に作っていただいておりまして、やけど防止でね少し冷ました状態になっております。ただまあ早食いなので混ぜてから始めるのはちょっと個人的には NG かなと思うので、この状態からね食べます。よし行こう。よしちょっとお願いします。はい、どうぞ。両前から参ります。いただきます。はい、5、4、3、2、1スタートです。1分3秒58。遅いですね。今久々に食って思い出しました、このフラフラさんの唐揚げ飲めること。悔しいな、これ絶対縮められるな。ちょっと泣きの1回でもう1回1キロチャレンジします。青をやった時のラスカルさんの1回目が50秒。えということで泣きの1回ですね。正直もう食べ方が分からずに1分3秒ということでめっちゃ遅いと思います、個人的には。ですので、まあ、2回目はさすがに食べ方も分かってますし、もうちょっと負けるかなということでやりましょう。改めてお願いします。はい、じゃあ5秒前から参ります。お願いします。5、
4、3、2、1、スタートです。57秒5です。でも前回のルールでいうとギリセーフかアウトのレベルですね。もうちょっとすっごく悔しいので、なんか追加してもいいですか？ということでですね、本日のこちらフライヤーフライヤーさんでの1キロ唐揚げカレーの早食いチャレンジ2回行いまして、結果としまして1回目が改めて、1分と3秒58 2回目が57秒5ということで、やはりですね、食べ方のわかる2回目の方が、タイムは早かったんですけれども、見返すとね、そのガを挑んだ時に50秒で食べてましたんで、正直、その時食べたねペースには及ばずというか、自分でのね最短記録を更新することができませんでしたが、現状の僕としてはですね、まあ、2回目で食べ方も分かった後にしっかりとですね全力を持って挑ませていただいたタイムですので、現状で言うとこれが最善の記録なのかなと思います。大食いとは言ってもですね、早食いが得意な方もいらっしゃいますし、むしろ量はそんなだけれども早食い専門の方もいらっしゃいます。世の中にはね、ぜひ大阪が来た際にはこちらの唐揚げカレー1キロの早食いチャレンジに関しては僕しかやってないので、今日の僕のタイムが早いのか遅いのかちょっと基準が分かりません。ぜひ皆様ですね、このフライヤーフライヤーさん来た際には早食い大食い問わずですね、これに挑んでいただければなと思いますけれども、ひとまず今回のチャレンジはここまでということで、この後はフラフラさんの通常の美味しいメニューをゆっくりしっかり味わいたいと思います。ということでですね、僕がフライヤーフライヤーさんに出会ってから約4年以上願って願って願い続けたタイムアタックではないゆっくり通常メニューをいただくお時間となりました。楽しみすぎる。今回はですね、僕のこのフライヤーフライヤーさんの大好きな唐揚げを味わいたいなと思いまして、この唐揚げのプレートを並盛りで注文させていただきました。もちろん並盛りでもですね、重量がおおよそ約1キロほどありますが、こちらをね早速いただきます。今まで飲むように唐揚げ食ったことしかなかったからな、ちゃんと味わおう。これですよ、伝わりますか、この脂感ね。ほんと噛んだ瞬間肉汁あふれますんで、これみんなに食ってほしいね。あっこい、あっこい、うまい、あ、超うまい。ああ、うまい。これ本当にこのフライヤーフライヤーさんには
大食い YouTube 活動してる方はもう8割9割ほぼほぼ来てるとは思うんですけど、1回でいいからゆっくりみんなにも味わってほしい。めっちゃうまいっすよ、やばい。で、皆さん、これね、ずーっと使いたかったんだけど、フライヤーフライヤーさんね、これ味変アイテム自由に使えるものがたくさんあるんですよ。今までは味変する暇のないようなチャレンジばっかりやったので、使ったことなかったんですけど、全部うまいな、これ。本来はね、そこの受け渡し口でいただいてから、ここでね、味変というか、調味料かけるのが、皆様共通なのでね、そんな感じで使ってほしいんですけれども、今回はね、ちょっとお時間空けていただいてるので、僕一人しかおりません。机に持ってっていいよってことなんで、贅沢にマヨと昆布どれ、いい。昆布どれにしよう。そしたら、こちらサラダに昆布どれかけつつ、マヨと。でもダメだな、ちょっと今日はこれ以上あんまり喋れないな。散々今までチャレンジメニューとか、こう挑む系をね動画撮影してきた僕が言う話ではないんですけど、やっぱ飯ってこうよね。そしたらこれマヨつけていっちゃいますか。うまもうなくなっちゃうな。1キロだったらやっぱりこう、あっという間ですわ。ということでですね、本日はチャレンジとして、1キロからですね挑みつつ、やっと念願かなって並無量ですねゆっくりといただきました。最高です、最高、本当に。こちらのねフライヤーフライヤーさんは名物として、さっきのねカレーであったり今回のプレートにも載っているでっかい唐揚げ、これがね名物として販売していて、もちろん人気ナンバーワンメニューだと思うんですけれども、それ以外もですねいろいろミックスフライだったりとか生姜焼きだったりとか、ご飯に合うおかず多数ありますし、まあそういったものもね、皆さんに食べていただきたい。しかも、それだけではなくて、平日であればね、夜営業もされておりまして、いろいろね、単品物であったりとか、お肉とともにビールね、飲んでいただいて、最高の時間を過ごせますので、気になる方はですね、ちょっと今まで大食いの人の動画だと、どんなお店なのか伝わんない部分もあったかと思うんですけれども、今回ね、チャレンジじゃないこの回も見ていただいて、
魅力伝わったかなと思いますので、絶対に食べに来てみてください。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画だったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。マジで幸せな回でした。ごちそうさまでした。